あ、今日もまた、リーマンに囲まれてる、蝶々が。最近なんだろう、なんでこんな話してんだろう、リーマンと。次期リーマンは新型？そのようだ。私たちはどうなるんですか？ロボットの運命は、儚いな。それで、フレディどうなっちゃったんですか？え？レディってロボットなの？え、レディは、俺ずっとさ、宇宙人だと思ってたんですけど、勝手に。レディってロボットだったの？そうだろうな。蝶々さんとか、リーマン知ってたんだ。マジか。じゃあリーマンとか、蝶々とかどうなっちゃうんだろう。かわいそうだな、なんか。廃棄されちゃうの？レディ来るかな？まさかのレディがロボットだった件について。複雑、めちゃくちゃ。ロボ町長は月、月の日、涙の日、ネカの日にクラブに行くって書いてあるな、メモに。あーってことは明日は来ないのかな。一旦帰るか。そうそう、城下町のさ、イベントとかもやりたいんですよね。ガセがさ、この前、なんか胸がズキズキするみたいな言ってたじゃないですか。絶対あれフローラさんとの何か間があると思うんだよね。そっちに行ってみようかな。これガセに、フローラさんのさ、カードを見せたら多分反応するんじゃないの？フローラさんのカード、そもそもあったっけ？あったよね。カードもらったよね、フローラさんから。これか。どうだ？俺は食い物以外には興味なし。花屋の小娘だろ。あれ変わってないかな、特に。ワンダのところの屋根裏に住んでるってな。毎朝店に出勤してるんだと、太陽の日には商店街の方を散歩してたな。けど全然興味ない、全然ない。そうなんだよね。興味ありまくりなんだよね。さあさあ、これどうしたらいいんだろうな。あー、ベイカーさん。あー、なんかもう嫌なこと思い出してしまった。そうだね。山彦の日だもんな、お前。泥酔して帰って。次の日別人になってんの。嫌なこと思い出してしまったよ、こんな時に。その輪廻から逃れられることを俺は心から祈っていますよ。あー、また始まった。胸がドキドキ、心臓がチクチク。ああ、死ぬんじゃないかな。ああ。これなんかイベントの伏線だったりするのかな？しょんぼり。吉田氏。ああ、変わらないか。吉田にガサのガラクタを見せたら、何か教えてくれたりしますかね？ガラクタ。ああ。同じかー、ダメかー。あれ？ベイカーさん、ベイカーさんなんでここにいんの？あんた。これバグってないですか、これ。太陽の日はもう新しいベイカーになってるはずなんだが。別に泣いてなくいません。ヒックヒック。あ、すぐ出てきた。絶対今バグってたって。ちょっとおかしかったぞ。じゃあガセのガラクタを今度フローラさんに見せていきましょう。あー、同じだな。これも変わりなく。そうね、お風呂ね。ガセはそういうのいいらしいよ。別に。え？白い紙切れが入ってた。
ガセのラブレターをゲット。ええー、ちょい。たまたまそこにあったから調べたら。これ、ヒントなくないっすか？ええー、びっくりした。ちょ、ガセ。ラブレター、捨てちゃあかんやろ。フローラさんだろ？きっと。なんだそりゃ。どれどれ、ちょっと見してみろ。もぐ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 。ガセ、ヤギ説。え、なくなっちゃった？あれ？え、マジで？あ、なくなっちゃった。やだよ。おーい、何食べてんだお前は。え、ちょっともう一回拾いに行きますよ、ゴミ箱に。どうせ落ちてんでしょう。あ、ない。日を改めないとダメかな。この辺もお花いっぱいにしたいな。ほんとなんかフローラさんいいな。あれでなっちゃう、多分吉田とガセの密談というか会話をもう一回聞かなきゃ始まんないってことか。なるほどなるほど。どうしよう、じゃあ一旦おばばの家に泊まるか。タオー、タオー、久しぶり、久しぶりタオ。あ、クッキー、クッキーありがたい。使わんけどその気持ちがありがたい。いやー、ここほんと安心するなー。さあさあ、今回は結構入ったと思うんだけどね。ラブ、クリスのライブで応援しました。再建の夢が叶いましたね。あ、意外とそうでもなかったね。はいはい、18も必要なの。次まで行けるかな、果たして。残り動物一体と、まあ人間のラブが手に入るとしても18まで行くかな。よし、じゃあガセハンのとこに行きますか。いた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 。これで始まるかな、また。これがあれだね、あのゴミ箱にラブレターを入れる、まあ伏線と言いますか、フラグと言いますか。はいはい、これやることによってこっちにラブレターが入ってるんでしょう、きっと。さあさあ、じゃあこれをガサに見せちゃいけないんだな、ラブレター。うん。一日のうちにまた書いたんだな、ガサ頑張って。ラブレター食べて、あ、やっぱり伝えてえなって思ってまた書いたんだろう、きっと。俺はなんてことをしてしまったんだと。で、書いたはいいけど、今度また本人に渡せなくて、また捨ててしまったんでしょう、きっと。はい、じゃあフローラさんのとこに行きますか。こんにちは。今日は月の日なので、いるかと思ったけど、三日月の日いないのかい。これから出勤かな。あ、いた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 。おはようございます。おはようございます。早朝からちょっとあれなんですけど、こんなの見つけたんですよね。え、私に？これ本当？へえ。そっか。ふふふ。結構これ脈ありなのかな。じゃあ私のお返事も彼に渡してくれる？おお、まさかの返事を即もらえたという。これはフローラさん、すごい人ですね。即決ですね。あー、じゃあちょっと渡してみようか、ガセさんに。フローラさんのお返事。なんだそりゃ、ちょっと見せてみな。どれどれ。ほほう。え？ガビーン、え、どっちなの？ゲゲゲー？はぁ？ひょえー、どっちなんだこれは。どっちとも取れるな。くぅ。え？何ジロジロ見てんだよ、おめえはよ。どっか行けっての。
どうだったんだろうこれ。ところではなんかくんねえか、もう話がもう。この後はなしですか。めっちゃ気になる。じゃあフローラさんのカード見せていこうか。あ、変わってねえ。ちょっと。どうなったんだよ。めちゃくちゃ気になるんだけど。じゃ、フローラさんのとこ行ってみよう。フローラさん。音楽消すか。この城下町の音楽やっぱいいな。よいしょ。ガセさん。どうしたの、ガセさんのお返事。うふふ。ガセさんって何でも食べちゃうのよ。この前お花をあげたら、ぱっくり。ちょ、そういう話じゃないんだよ。これは、ご想像にお任せって感じか。うわー、どっちなんだろうなー。いや、意外といいと思うけどな、この二人な。真逆な感じが。じゃあ、とりあえず、以上かな、このイベントは。あ、いたいた。クリスチャン。寝てる、スピスピ。リボーン。化石をヒットマン、リボーンの、リボーンと同じ寝方してるわ。スピースピーって。ご飯食べたいんだけどな。キリキリソテーだけまだ食べてない気がするんだよな。もう食べらんないんかな。ケンジさん。竜の城が見つかってくれるといいんですか。食べらんない。もうあれか。ちゃんと集めないといけないってことかな。ロケットの素材。頑張って。なんか、釣りコンテストあるじゃないですか。釣りコンテストさ、あまりにもできなすぎて、こちらもまたね、インターネットでちょっと調べちゃったんですよ。そしたら、釣りのコツっていうね、ページを見つけまして、キリギリソテーを食べると、魚の食いつきが良くなるらしいんですよね。今の状態じゃこれ食べらんないわ、どうやっても。釣りコン厳しいかな。一番最後になっちゃうかもしんないな。釣りコンテストもなんか、そのサイトのによれば、全イベントで一番難しいやつみたいなんですよね。これはちょっと、まず先にロケットの素材集めちゃった方が早いかもしんないって思い出してきた。あと、サドマイルと、あと、他のね、人のイベント。なんかほんと難しいらしい、釣りコンは。アダーさんは、セリフ変わってないかな。釣りコンテストのままかな、ヒント。他にヒント欲しいんだけどな。あ、新しいの出てきたね。ロケット完成したら宇宙で会えるかも。ロケットか。もうロケット作っちゃっていいってことはもう作れるってことだな。頑張れば。あとね、一個だけ素材が足りない状態なんですけど。ロケットしか出てこなくなったってことはもうロケットやれってことか。大丈夫かな。なんか、料理、キリキリソテー食べられなくなるままとかじゃないよな、さすがに。伏線消えちゃったみたいな。そんなオチはほんとやめてほしいんだけど。じゃあどうしようかな。こっちまで来たからせっかくだし。あれかな、キノコの森で釣りしちゃおうかな。さあさあ来たんですけど、本当ならね、ここの釣り場もね、キリキリソテー食べた方がね、すごい釣れるらしいんですよね。まあとりあえず今食べられない状態なんで、頑張って、まあ普通の運だけで、新しいアイテム取りたいと思うんですけど。あ、冷蔵庫だ。あ、これ来たでしょ。すごい。一発目で来ちゃったよ。キリキリソテーの話してたら。これあれでしょ、宇宙のロケットに行くやつの素材じゃないの。じゃあこれでもう揃ったかな、ここのアイテム。
ちょっともどうしよう、あと4、5回釣ってみようかな。それで出なかったらとりあえずヘイガーさんのとこ行っちゃおうかな。ここで釣るのか、冷蔵庫は。ママスの家じゃなかったんだな。なるほどね。さすがに人んちからね。冷蔵庫踏んだくっていけないもんね。そうだよね。なるほど。釣るという、まさかのね、そんな方法があったとは。あ、もう一回来た。冷蔵庫来た。冷蔵庫大丈夫か？持てるか？不条。はい、来た、巨人。はい、来た、巨人。あよし、じゃあまあこんなもんでいっかな、今回は。とりあえずちょっと、ヘイガーさんのとこに行ってみます。冷蔵庫店に。ちなみに冷蔵庫を、あれ吉田に聞いたら、なんて答えてくれるんだろうな。吉田氏。よしよし。久しぶりだね。夜に来たのはいつ以来だろう。旅行の時以来かもしんない。商売繁盛、大盛盛、あ、大繁盛。目指すは宇宙のナンバーワン。カカロット目指してんの、お前。あ、以上。そっか。こんだけかな。新しい事業やるんだろうな、きっとな。頑張ってくれ、吉田。そうだ、新しい新聞張り出されてから、大臣とかの話聞いたっけって思って、ちょっと、お城に行ってみようかな。大臣とか、なんか話す内容変わってないかな。お尋ね者藤尾って書いてあるからな。よいしょ。大臣の部屋。王様も何か変わってたりするかな。なんかあれですよね。トットテレビのイベントが、その新聞の更新伏線だったんかな。ね、急に新聞貼り出されてて。どこだっけ、王様の部屋と大臣の部屋って。ここだっけ。あ、違う、ここ、ノージ君の部屋だ。あ、どうした藤尾君、僕はユビリさんを見てて、人の心が少し分かったよ。ノージをよくやったな。パパはお前が誇らしいぞ。パパ、パパ、パパ、どこから話しかけてんのそれ。何、幽体なの。どうしたのパパ、何があったの。固く心を閉ざしていたお前も、人の心を理解したようじゃ。もう学ぶ必要もないだろう。今度迎えをやる。ママも寂しがってるから、早く帰ってこい。うん。怖いな、なんかそれ。何、スターウォーズのさ、ホログラムみたいな。迎えに行くってまさかあんな世じゃねえだろうな。よしてくれよ、そういうオチは。ああ。へえ、まさかこんなイベントを夜にできるとは。で、ちなみに王様の部屋と大臣の部屋ってどこだっけ。こっち、あ、ここあれか。フレットとイビリーさんの部屋か。あ、そうですね。じゃあ上か。2階の階段上がっての部屋か。こっちが、右側が大臣だっけ。ちょっと大臣先聞きに行きたいな。大臣さん、ちょっと勇者のことについて、寝てるか聞けないかな。あ、寝てるね。ここら辺ももう読んだんだよね。メモ書きとか。おはようございます。うん。うぬぼれてんな、お前。お前の計画無意味っていう連中も結構いることを忘れるな。うん。ダメか。あれ、フレット、これマイク持ってるじゃん。あれ、これさ、ずっとそうだったのかな。俺気づいてなかっただけかな。スタンドマイク持ってるわ。なんか杖とかステッキなんかなと思ったんだけど、武器とかね。知らなかったわ。イビリちゃんと槍持ってるわ。フレット。マイクじゃ国は守れんぞ。お、ここで聞けばどうかな。ああ、変わってないかな。普通の会話もそんな変わってないな。うん、じゃあ吉田のとこ行こう。よいしょ。
吉田氏、吉田氏、吉田氏。いた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 。吉田氏。冷蔵庫拾ったんですけど、ゴミやね。ゴミか。まあ、ゴミなんだよね。確かに、釣ったやつだから。まあ、でもこれ、ゴミをね、有効活用できる場所を俺は知ってるんですよ。じゃあ、これで、変化博士のとこ行ってみようか。さあさあ、来ましたよと。ちょうどお昼なんで、冷蔵庫見したら、何かしら反応はしてくれるはず。うん、冷蔵庫ですよ。冷却システムですよ。お、来たー、やっぱり。もうこれしかまあないからね。考えられるものが。形的にも、性能的にも。よーし、これでロケットできるじゃん。やったやった。月に行けますよ。とうとう。念願の。チェキーン。パッパラパッパッパーン。開発進行状況 100%。 お前0か100しかねえのか。それ開発進行状況の意味がないでしょ。月面調査船の完成である。よーし、まあ何はともあれね、ここまで長かったな。我が輩は猛烈に感動しとるよ。くー、カビラジエも出てくるのか。織田裕二と武田鉄矢とカビラジエの属性を持ってる兵が博士は、すでにロケットの発射準備は完了。一気に月まで飛んでいけー。どんと飛んでいけー。あとはお前がロケットに乗り込むだけである。我が輩がどれだけこの日を待ち望んでいたことか。うん、夢なんだもんね。くぅ、涙がちょちょ切れて鼻水すすり出る。言わなくていいよ、汚いな。よかったね。でもね、俺に感謝しなよ。ロケットはじゃあどこに行けばいいんだ。あれかな、テクノポリスかな。じゃあロケットに乗り込む前になんで、あ、ロケットに乗り込む前にですね、ちょっとまだやりたいことがありまして、やっぱり地上のね、ラブすべて集めてから月に行きたいなって思ってるんですよ。なのでちょっとロケットに乗り込むのはまた後でということで、あと終わってないのがなんだろうね、テクノポリス。とりあえず分かってる範囲で言うと、テクノポリスのイベントと、あのロボ町長とレディの話とかね、あとは、釣りか、釣りコンテストと、あとなんだろう、あ、そうだ、サドマイルか、あの残りの動物一体のね、サドマイル捕まえてないのと、それぐらいかな。あ、あとあれか、ノージ君のイベントもまだありそうだね。迎えに来るって言ってたな、パパがね。パパが迎えをよこすって言ってたんで、それもちょっとやっていきたいところなんで、うん、どうしようかな。じゃあノージ君のとこ行ってみようかな。多分また会いに行けばイベント進んでるはずなんだよな。先にちょっと城下町やっちゃおうかな。お城か、まあどっちでもいいんだけどさ。